新潟県境から小名浜港を目指して福島県を横断中の文献さん、郡山市の入り口に駆けつけてくれたあの元プロサッカー選手、福島東高校出身の坂東弘樹です。よろしくお願いします。冬の選手権ベスト8入りの立役者となった坂東さん、旋風を巻き起こしました。あの時は本当になんか自分でも不思議なぐらい活躍できました。自分で言うのもなんですけど、運とかじゃないですよ、実力ですよね。いや迷っちゃダメかその後18年間プロサッカー選手として活躍し、昨シーズンをもって現役を引退。現在リーフラスという会社に所属し、仙台を拠点に子どもたちにサッカーの楽しさを伝えています。で、今回の活動は福島に育てられたので、福島への恩返しということをこれはやらせていただきたいと思って、今回こう逆オファーをさせていただいて実現いたしました。この日の行程は4キロです。すると出発直後、あ、これは見つけました匂いを嗅いでみると、やはりおしっこでした。はい、うわ、国道沿いには次々に、お酒の缶です、うわ、おしっこ。なおも、うわ、駐車スペースの陰にゴミが散乱しています。ここに止まってポイ、はい、良くないですね。記念しましょう。ポイ。富岡高校時代、同じく全国大会に出場した文献さん、大先輩とともに、本日1袋目、2袋目、3袋目、おしっこもいっぱいです。びっくりっすね、ちょっと悲しいなって。それでも力を合わせて国道沿いをきれいにしていきます。あのね、気持ちいいっす本当に自分の心も現れます。一緒に、なおも、わー、ちっ、チェックはしません。4袋目、5袋目、でしょ、おしっこいっぱいです。でしょ、こんなせっかく景色も綺麗だし空気も綺麗なんで、ゴミがなければ最高なんですけどね。ふるさと福島のためにと、そこに、おい、郡山ぐらい手伝わせてください。え、はい、以前も協力してくれた郡山在住のこのお兄さん、お疲れ様ですここからは3人で進みます。おしっこ、こうやって手伝ってくれるっていうね、人もたくさんいるのがすごいし、ありがたいなと思いますが、応援してくれる皆さん、さらに気合が入ります。あとね、あ、まさにおしっこ、リボードかけろ。この日の行程4キロ、そしてゴール地点となる駐車スペースにたどり着きます。リボードかけろ、もう一丁リボードかけろ。うわ、ムケさんすごい、いっぱい塊が。最後は3人がかりで、ロスタイムですか、ロスタイム、大量得点、大量得点、今かけろなー、見て、まとめー。そして今日の作業終了です。万歳。8袋目、9袋目、あれの数は16本でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もっともっと福島をきれいにしたいなと思いました。
希望のかけら拾ったぞ。ふるさとをきれいにしたい、気持ちを一つにして仲間たちと歩む旅路に光が差し込んでいます。